クワン X アドベント。助けてくれ。俺たちの飛行艇がとんでもない奴に襲われている。奴は飛行艇を破壊して俺の仲間たちを皆殺しにする気だ。皆殺しですって。私だ、マスター・トーマスだ。墜落現場に着いたようだな。そのエリア一帯は地下資源の採掘施設になっている。飛行艇が爆発すれば施設に誘爆し、そのエリア全てが吹き飛んでしまうぞ。全て吹き飛ぶって、冗談じゃない。おい、早く逃げようぜ。飛行艇はこの先にあるのよね。あのな、こいつら違法ハンターなんだろ。言ったらお前たちの敵だぞ。他の連中ならともかく、こんな奴らまで助ける気か。人の命にあんな奴もこんな奴も関係ないわよ。助けるって言ったら助けるの。これは私の物語なんだ。自分に悔いが残るような生き方なんてしたくない。ダメだ、こうなっちゃもう手がつけられない。仕方ねえな、もうついてきゃいいんだろ。行こうぜ、アシュ。飛行艇が破壊されてしまえば修理パーツも回収できなくなってしまう。ともかく最悪の事態は避けねばならない。急いでくれ、アッシュ君。Thank you.
違法ハンターどもめ、こんなところに逃げ道を残してたか。お前たちはモデル V の生贄となってもらう。一人残らずな。アトラス、また会ったわね。生きていたか、ロックマンモデル A。まさか違法ハンターどもを助けに来たとでも言うのか。お前の仲間でもないのに。これもハンターの仕事なのよ。ヒーローは遅れてやってくるってね。ふん、ロックマンの力を得たらヒーロー気取りかい？笑わせる。世界の歴史は戦いの歴史。人々は戦いの中にあってここまで進化してこれた。今世界はこれから決まるロックマンの王によって新たに進化しようとしている。ロックマンもまた戦うための力だ。力なき者に進化はない。だったらモデル V の餌にしちまえってか。随分と野蛮な進化だな。自分の力の意味も知らないお前たちに何がわかる。それでも間違っているというのなら私に勝ってみせろ。ロックオン。刺さないのか。甘いな。いいだろう、ここは引いてやる。けどね、相手が生きている限りこの運命のゲームは終わらないんだ。私を生かしておいたこと、いつか後悔させてやるよ。誰か来やがった。こいつはセラミカルチタンでできたシールドだ。てめえの攻撃なんかにはびくともしねえぞ。諦めて帰りやがれ。オイラたちのことをいちいち説明するのもめんどくせえな。おい、さっきのアトラスに変身してチャージ攻撃をぶち込んでやろうぜ。ご自慢のシールドとやらをぶっ壊しちまえ。トラピオン。命だけはお助けを。結局こうなるのか。変身を解除して誤解を解こうで。
本当助かった。礼を言うぜ、アッシュの姉さん。姉さんはどうでもいいからさ、列車の修理に飛行艇のパーツが欲しいんだけど。ああ、その話なら任せてくれ。さっきハンターキャンプで仲間を修理に行かせたってことだ。みんな部活の強さと勇気に振り決めてんぜ。これから心入れ替えて真っ当なハンターとして協力するぜ。なんか子分ができたみたいだな。感謝されるってやもん。悪い気分じゃない。もうじき列車の修理も終わってる頃だろう。ハンターキャンプに行ってみね。姉さん、鍵の無事を祈ってるぜ。